書式とは、江戸時代において、物価を指した言葉。一般的には米を除いた、日常品の価格を指す場合が多い。物価の高騰を書式工事期、低落を書式下時期と呼んだ。江戸時代においては、米価と書式は連動すると考えられていたが、米の増産による価格低迷が、強日方年間には、米価安の書式工事期の減少を招いた。 米価と書式のバランスの調整は、いわゆる三大改革の一環として、必ず取り上げられた問題であった。共法の改革では、米価が下がっているのに書式が下がらないのは商人たちが、不当に利益を得ているからだとして、価格引き下げを命じている。完成の改革の際には、価格監視を目的として、江戸町奉行所のよりき、同心と、 町役人による書式係が結成されて幕末まで継続されている。天保の改革においては、物価釣り上げの元凶とされた株仲間の解散を行ったが、株仲間がこうした行為を組織ぐるみで行っていたという証拠はなく、かえって流通の混乱を生じさせて、さらなる書式工事期を招いた。なお、当時の大阪町奉行、安倍昭蔵は幕府に対して、諸藩の先媒制。 一部商人の不正取引、抜け売買の横行を書式工事機の原因として対策を上進したが採用されなかった。さらに幕末の開国後の貿易はさらなる価格高騰を招いた。そこで慶応年間には生活物資の流通機構を反国営化する書式解消構想が唱えられたが江戸幕府の滅亡によって実現しなかった。なお当時の体、 中国向け貿易において、いわゆる、たわらもの三品以外の輸出海産物を書式と、呼称していた。ありがとうございます。